天下三番893番チョイキ太郎です。本日のお話は組長の話。組長といってもいい組長ですね。最初の組長ですね。その人のことでちょっと思い出したことがあるんです。事件報道とか最近の見ていて、まあ個別にこれとは言わないです、殺すつもりはなかったけど太ももを刺したっていうことなんですね。殺すつもりはなかった、結果として太ももを刺した、そして死亡で、そんなとかいろいろ思うかもしれませんけど、これを見て思い出したことがあるんです。もうある時に組長が話す内容で、人を刺していい場所、いかん場所っていうことの話になったんですね。今皆さんだと想像つかないかもしれません。ドスの使い方っていうものがあって、で、刺していい場所、刺せれない場所、もう怖いから、とにかく脅して振り回す素人は。そうすると、顔や腹、ましてや胸につくってことはできないから、どうするかっていうと、思い余って、まあいいかって太ももに切りつける。太ももに切りつけたことによって死亡率が格段に上がるんです。切った瞬間は、あって痛いってなるぐらいで、あってなるんだけど、太ももには太い血管があって、それが切れてしまうと、考えてみてください。止血ができないですよ。で、出血たるようになって亡くなるってことが多くて、素人に多い事件っていうか、行為だそうです。だから、まあ言っちゃなんですけど、プロ、この組長は何ができるかって言ったら、30センチのドスで鼻を削ぐ。対面に向かってきた人間を瞬間で鼻を削ぐっていうことを練習して、そうすると戦闘能力も落ちるし、後々にこうなったっても顔を変形される。最小において最大の屈辱と破壊力を与える。いや、そんなことしたら、あと大変じゃないですか。いやいや、鼻もげってあだ名になって、鼻もげた状態でヤクザやっとるやつ持ったぞと。だけど、本当にそれは、今でこそ整形とかの手術であれできますけど、本当にそれを瞬間でやられるように練習してた。で、言ってるのは、腹に刺したりするのはなかなか死なない。要は本当お腹ですよね。めった刺しにすればいいですよ。一回刺したり、はつったりするぐらいでは死なない。当の本人も言ってたのは、腹に刺されて、腸が飛び出て、これを自分で拾って入れて、止血ができないから、そこのあった砂と砂利で止めたって言います。今で考えたら、恐ろしいですよね。で、大丈夫だって大丈夫だから生きてる。腹に傷がありましたけど、本当にちょっとの切り方で、ボロッと腸が出て、腸が切断されてないんで死なないと思って、ただ止血だけ死ななきゃいけないから、土入れて止めたって言いますから、まあ恐ろしいもんですが、ね、その本人が言ってるんで間違いないんですよ。太ももだけは切りつけるなよって言ってたんです。確かに棒とかキックだったら太ももってなんかまあ行きますけど、これ刃物で切りつける、特に内ももなんていうのは大変なことになっちゃうみたいです。で、こっから続きがありまして、いやわしもな、刑務所で大変なことがあったんだと。まあ刑務所の木工工場で組長が刑務作業をしてるとき、対立関係にあった人間がいたそうなんです。あまり口も聞かないし、っていうか自分たちのことでやらない、そのクラスの人たちって。誰かがどうした、こうした、あいつが邪魔じゃない、本人たちにいがみ合えてないですよ。その派閥、この派閥で、いや、あの人がちょっと、とかいうことで、やりたくない喧嘩をやらなきゃいけないっていうこと。で、組長がやっぱりそれなりのことができるのを皆さん知ってるんで、簡単にはやっつけれない。作業中に後ろから飛びかかるなり、殴るなり、攻撃を与えて、やっつけたっていうことの証が欲しくて、両方とも懲罰になって、ただその人は名前が売れるわけですよね。その私どもの組長を殴りつけた、やっつけたっていうことになれば、持久戦なりゃどうなるかわからないし、止まりも瞬間でやればいいんです。ね、手配を察して、来るのが分かったし、そして後ろから物で殴られるような気配がした。その時組長はどうしたかっていうと、作業台に座ってて、後ろから何かで物を殴られそうになったから、ノコギリ、両刃にノコギリありますよね。粗い目と細い目が。そのどちらかちょっと記憶にないですけど、そのまま水平に胴に切りつけたっていうか、切って止めるつもりだったけど、向こうがガッとなった時に動くから、サクッといっちゃったらしいです。あっと思った。止めるつもりが向こうも動いたんで、で、向こうも振りかぶったまま、うってなって、そのまま向こうは向かってる、こっちは右旋回するわけだから、それでザクッと行って、しまったって思ったらしいです、さすがに。パッと、そこのところに切れたところを見て、まだ出血はしてないけど、指が全部入るぐらいの深さだって、まずいと思って、組長はどうしたかって言ったら、もう覚悟した。その時は。覚悟して、もうそれよりも黙ってるわけにいかないんで、担当さんつって言って、もう担当が来た時にもうすぐに報知器出して警備隊が来て、もう大変じゃないですか。その時にそのやられた人間が黙っとけって言ったらしいんですよ。黙っとけって。
もう組長はもう自分がやってもこれ事件装置間違いになるし、ひょっとしたら死ぬかもしれないと思って、あーあーと思ったらしいですよ。で、担当もそれは聞いてるんですよ。担当もそれは。だけど警備隊が来て、暴行するときにもう喋れないんで、ああ、覚悟して、そしたらどうなったかって言ったら、このやられた人間は何も言ってない。自分で転んで、そのノコギリに当たって切れたんだ。だから黙っとけって言ったんで、それを言っちゃうとややこしくなるから、組長も取り調べて刑務所でもあるんですよ。いや、自分の道具の置き方が悪かった。歯が向いてる方と柄が向いてる方を逆にたまたま置いちゃった。そこに転んで当たったんだっていう調書ができてるの、それに合わせてなかった。さすがにそうだって向こうも男だなと言わなかったと。でもあれはびっくりしたぞ。ただ本当にお腹ちょうどいいところだったらしい。ちょうどいいっていう深い傷だったんだけど、それは一命を取り留めたということで、お腹ではそこまで切っても死なないけど、太ももだったら血管切れてしまった。血管が通ってる通ってない、まあこのことがね役に立つとは皆さん思いませんが、そんな事件があったので、まあ何かのねヒント何かの難しいけど何かの役に立てばと思ってお話をさせていただきました。よろしくお願いいたします。以上です。